テープレコーダーある男が一人で登山に出かけたまま行方不明になった3年後湿地帯でその男の遺骨が発見され遺留品も回収されたがその中にはテープレコーダーがあったテープには大声で助けを求める男の声が録音されていた 男はどうやら何か怪我をして動けなくなったらしかったテープのことはマスコミにも公表されたが遺族も警察関係者も公表を控えていた部分があったそのテープには助けを求めるメッセージとは違うものも録音されてた何かに非常に怯えた男の声だったどうやら夜に何かが起こっているようだった 男は必死にテープに向かって口述している一日目夜になると人の声がする呼ぶ声がするこんな夜中に誰もいないところに誰もいないのに二日目助けて声がする 夜になるとあいつがやってくる暗闇から呼んでいる昨日より近くなってる恐ろしいよお願い助けてとても怖いとても誰か助けて3日目近くまで来てる助けて 人が、怖い。近くまで来てる。お願い、助けて。お願い、お願い、読ぶ誰も、えあいつ、近、怖いよ。助、すぐそばまで、助け、声が、 お願いたってこうしてテープはそこで切れているそれ以降男はテープに何も録音していない警察はこのテープを詳しく分析したテープはずっとその男の声だけで他の怪しい物音は入っていなかったしかし 三日目のテープが最後に切れるところでこれまでとは違う音が録音されていた。そのことに関して分析家も理解不能だった。それは遭難した男の声とは違う別の人間の声だった。レコーダーのすぐそばで発せられている。耳元で囁かれたかのようにはっきりと。 閉じ込められる彼はエレベーターの管理修理をしているある日病院のエレベーターが故障して止まってしまったと連絡を受けたすぐに車を飛ばしたが到着した時には2時間が経っていた 現場へ向かうと人だがりができている。中には看護婦が閉じ込められているらしい。大丈夫ですか彼が呼びかけると怯えた女性の声が返ってきた。出してください早くここから出してガンガン扉を叩く音がする。待ってください今すぐに助けます 道具を並べ作業に取り掛かった。扉から離れていてくださいと叫ぶ。早く早く早くカン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  扉は狂ったように内側から叩かれている。ちょっと尋常ではない。パニックになっているのだろうか、周りの人も不安げに顔を見合わせている。見かねて院長が扉に近寄って怒鳴った。扉から離れなさい危険だから離れてます女の悲鳴のような声が聞こえた。 暗くてわかんないけどここ何かいるみたいなんです彼はぞっとしたじゃあ今目の前で扉を殴打ーーしているのは何だ勤めて考えないようにして大急ぎで作業にかかった扉を開けた時看護婦は壁の隅に縮こまりしゃがみ込んで泣いてた彼女いわく電気が消えた後 何者かが寄り添って立っている気配がしたという。気配は徐々に増え、彼が来る頃にはエレベーターの中はそいつらでいっぱいだったそうだ。母親の影。私が小6の時の夏休み、薄暗い明け方のこと。 私はその日眠れずにいてテレビをぼーっと眺めていた。すると突然外から笛の音が聞こえてきた。こんな朝早くに何だろうと思い外を見ると白い着物を着たガリガリの髪の長い女が家の前の道を歩いていた。女はしばらくこっちを見ていたがまた道を歩き出した。そして 私がまたテレビに目をやったその瞬間、階段をトントンと上がってくる音がした。その時、私の部屋は2階で扉が少し開いてた。私は不気味な気配にビビり、布団に潜って布団の隙間から様子を見ていた。しかし、しばらくしても何も来ないので相当ビビって、隣にある母親の寝室に逃げ込んだ。 入ったその瞬間私は呆然としたその部屋は真っ暗で奥の方で首をつって天井からぶら下がっている母親の影が見えた私は何もできずそれをしばらく眺めていたすると耳の奥底で「生きてて楽しい?」という 女の声がした母は次の日普通に起きて仕事に行ったし今も生きてるでも母はその日から1か月くらいで20キロも痩せるという異常な痩せ方をした今から10年ほど前のことです 戸締まり。その日、職場の新年会が長引いて、一人暮らしの自宅に着いたのが夜一時くらいだった。ちなみにかなりトイレに行きたかった。玄関の鍵を開け、中に入り、やきむきしながらブーツを脱ぐ。そこで一瞬迷った。このままトイレに駆け込むか、鍵をかけてからトイレに向かうか。 鍵をかけるのなんて一瞬なんだけど迷うくらいトイレに行きたかったでもなんとなくだけどやっぱり鍵をかけることにした鍵をかけトイレに向かって踏み出した瞬間ドアノブが一回だけ向こうからガチャッと回された <laughs> 強烈な遺体 あるところに老婆が一人暮らしの家があった。ある日、近所の人から、最近、隣のおばあちゃんの姿見えない。と、警察に通報があった。警察が駆けつけたら、窓から見える蛍光灯がついたままだった。こりゃ、家の中でこと切れている可能性が大きい。 警察官が慌てて中に入って捜索を開始したが、どうしたことか老婆の姿が見えない。寝室まで探したが老婆はいなかった。と、ある警官が気がついた。誰もいなくなった家の中で風呂のボイラーがついたままだった。これはまず間違いあるまい。風呂場だ、と。 警官たちが風呂場に駆けつけたがやっぱり老婆はいない風呂場は薄暗かった警官の一人が電気をつけた途端居並んだ警官たちは息をのんだ湯船の中の湯がぐずぐずの肉片で覆い尽くされその間から湯船の底におびただしい量の骨が沈んでいるのが見えたんだそうだ当時 家庭用の風呂のボイラーは人間が操作しない限り追い出きがずっと続き、風呂の温度は際限なく上がっていくものだったんだそうだ。老婆は何かして風呂に入っている途中にこと切れ、そのまま温度は際限なく上がり続け。結局、老婆はガラスープのように煮出されてしまった。そして時間が経つにつれて、老婆の遺体は損壊してゆき、 結局、警官たちが見た通りのものになったんだという。あれぐらい強烈な遺体はおそらくもう今後ないだろうと、その刑事は言ったそうだ。祖母の介護。うちの祖母が亡くなる直前の話。 祖母は介護が必要で母が介護してたんだけど、介護って相当疲れるらしく、だんだん母の方がノイローゼみたいになった。ある日、母が珍しくニコニコしながら帰ってきた。祖母にお土産と言って人形を買ってきた。母が言うには神様が宿る人形らしいが、私はそれを見て気味が悪い人形だと思った。 それでも母の機嫌がいいので放っておいた。その日から祖母が夜中になると、<laughs> と苦しそうな声を出すようになり、その度に母が起きて看病してた。ある日、夜中にまた、<laughs> と祖母の苦しそうな声が聞こえ、 祖母の部屋を覗いてみると祖母の隣で母が例の人形の首を絞めてたそれから一か月くらいで祖母は亡くなった母は今精神病院にいるたたり 俺の友達が結婚する前、付き合ってまだ間もない頃に突然彼女から「うちの親戚ってなんかねたたりかなんかあるみたいなんだけどそういうのを気にしないなら結婚してほしいんだけど」と言われて気にしない友達は結婚したわけところが2年後に嫁のいとこが亡くなって その一月後に嫁のおばさんが亡くなって、その数週間後に他のいとこが亡くなって、そのすぐ後におじさんが亡くなったので、香典貧乏というか出費がかさんだせいもあって、友達は嫁に冗談で、たたりってすごいな、と言ったそうな。ところがその数日後にまたいとこが亡くなって、 数えたら、最初に亡くなった時から3年以内に13人の親類が亡くなっていて、死因は全員交通事故死。それで、さすがの親友も偶然にしては多いなと思った時、嫁から、別れたいなら別れてもいいよ、と言われたんだけど、子供がいたしそんなつもりは妄想ううない、と断った。 と言ってたしかしその数日後に嫁が交通事故に遭って幸い命に別状はなかったみたいだが嫁の頼みで離婚してそれでも今もまだ一緒に住んでるみたい実感が湧かないから俺は友達に「そりゃ大変だな」としか言えなかったがその時親友が言った「大変だけど偶然偶然」 といいう言葉が忘れられらない鎌倉日本有数の豪雪地帯として有名な秋田県横手市に伝わる全くもって得体の知れない不気味な話ある年の冬 子供たちが雪を積んで鎌倉を銃ばかり作った。そこへ河合章介という男がやってきて、何の気なしに鎌倉の一つを覗いてみた。中ではあろうことか、子供たちが男の死体を斧で切り刻んで遊んでいた。鎌倉の中は鮮血でいっぱいになっていたという。 行転した河合はもう一つの鎌倉を覗いてみた中ではやはり子供たちが笑いながら女の死体をってあそんでいた呆然とその光景を見ているとやがて子供たちがぞろぞろと鎌倉の中から這い出してきた銃ばかりある鎌倉から出てきた子供たちは皆一様に大人の生首を持っていたという。 真意もこの猟奇事件の顛末も子供たちの正体も一切伝わっていないただ天保の末頃の話だというかくれんぼの鬼 の時公園でかくれんぼが俺と友達の間でのブームだったんだけどある日から赤い服着た女が鬼役になった人の後ろをずっとついて回るようになったんだいつのまにか近くにいるしいつのまにかいなくなる俺は隠れるのうまい方であんまり鬼にならなかったんだけど鬼になった時は超怖かった。 振り返ったら一生帰ってこれない気がして結局正体はわからなかったし遊びがかくれんぼからポケモンとかに移行したからそれ以降は赤い服着た女には会ってないんだけどねロー話の施し小学校で教員やってた時 そこの先輩が話してくれた話なんですが、その先輩は50くらいですが、たくましい体のおじさんでした。その先輩の若い頃、先輩はサイクリングが趣味で、一人で自転車に乗り、いろんなところに行ったそうです。大学受験が終わり、暇を持て余してた頃、ふと思い立って、泊りがけで、事件に行きました。 詳しい経過はよく覚えていませんが、なんやかんやあり、事件のとある駅に野宿することになり、先輩はそういう野宿はよくやってたそうで、戸惑うこともなく、寝自宅をしていました。寝袋の中に入ってもなんだか寝つけなかった。真っ暗の無人駅なので、暗い、暗い、暗い。 ぼんやり暗闇を眺めていると明かりが近づいてきました。なんだ目を凝らすと、ろうそく。ろうそくを持った老婆何をしてる老婆は比較的明るい声で聞いてきました。 その声に先輩は比較的安心し野宿することになったと事情を話しましたすると老婆は気の毒そうな顔をして「これを食べんさい」と言って持っていたカバンから茶碗に盛られたご飯を出しました先輩は驚き「何ですか?」と尋ねると「ああ ご飯だけじゃ食べにくいなあと答えまだ温かいごはんに腕時計をのせましたろうそくの乏しい明かりで見るとやけに赤いなんだか皮膚らしきものも付着している先輩はパニックに陥り寝袋をひっつかんで逃げました話はこれだけです ほとんど意味不明だったんですがとても怖かった話です。